はい、どうもこんばんは、サザン吉貝です。今日はね、前回のこのね、セカンドアルバム、10ナンバーズカラットの深掘りレビュー&ランキング動画に引き続き、今日はね、サードアルバムの、これね、タイニーバブルスですよ。タイニーバブルスの深掘りをやっていきたいと思います。はい。あのね、タイニーバブルス、大好きなんですよ。本当に聴いてて、まあ、基本的にその僕は高校時代にもサザンのオリジナルアルバムは全部聴いたんですよね。まあ、どれもね、本当に思い出深いアルバムなんだけど、本当に特によく聴いてたアルバムで、本当に大好きなんですよ。いや、本当に、まあ今回ランキング付けしましたけど、本当に難しかった。なんだけど、まあ改めてね、聴くっていう作業はもちろんしたんですけど、改めて聴いて、今聴いても、うわ、タイニーバブルスめっちゃいいアルバムやんと思って、本当、聴くのが楽しかったし、まあランキング付けは難しかったけど、付けるのがすごい楽しかった、ランキング付けが。なんでね、本当に思い出深くて大好き。なんで、ちょっと今日はね、まあ、ランキングをこれから発表するんだけど、まあ、いつも通り、このタイニーバブルスの概要をね、まあ、ウィキペディア参照なんだけど、軽く読んでいきたいと思います。はい。リリース日がですね、1980年の3月21日、3月21日です。はい。なんで、まあ、1年後かな？大体1年後、セカンドの10ナンバーズカラットから、まあ、約1年後かな？まあ、そんな感じでリリースされて、まあ、発売当時、そう、5ロックショーっていうのをやってたんですよね。まあ、5枚、5ヶ月連続で、まあ、シングルをリリースするっていうやつをやってて、まあ、結構ね、その5枚のシングルリリースが結構、なんて言うんだろう、セールス的には落ち込んだんですよね。そのシングルのね、シングルの売り上げは落ち込んだんだけど、アルバム自体は結構売れたっていう。まあね、結構その1位、そう、オリコンチャートを初めて、このタイニーバブルス、このタイニーバブルスで、サザンはオリコンチャートアルバムランキングはもうずっと1位、そう、最新の武道までずっと1位なんですよ。ほんとすごいっすね。まあ、これから歴史が始まったと、1位の歴史はっていう感じなんでしょうね。という感じで、まあ軽く読み上げました。はい。なんで詳しいことを知りたい方はもういつも通りっていうけど、ご自身でネットをお調べください。はい。もう僕が言わなくてもたくさん詳しい話載ってるんで、という感じで、じゃあランキングいっていきたいと思います。はい。という感じで、僕のランキングはこれです。どう？はい。いやー、まあどれも好きなんだけどね、まあ、1位はねすごく悩みました。うん、1位はこの To You か C 調かですごい悩みましたね。でもやっぱ To You、 To You は結構ライブでもあんまりやらないし、最後にやったのが2008年の大感謝祭、まあほんとショートバージョン、メドレーだったんで、その1番しかやんなかったんだけど、本当にフルで聴きたい曲ですね。To You 好きだな。もうイントロはね、イントロで僕はちょっともう本当になんかすごい、うわ、いいなと思って、すごいハマりましたね、イントロ。俺がいなけりゃ沈み込むようなあんたがいいね、レイレイ。いつの日もテレフォンでキスを、テレフォンでキスっていうなんか表現方法、独特だし、テレフォンで、電話でキスみたいな。テレフォンでキスって何みたいな。当時聞いたとき、うわ、なんちゅう歌詞やと思って、すごいなんか、すごい染みましたね。いい曲やなと思って、うん、あなたへって意味かな、うん、あなたにか、あなたにって意味かな、まあそういう意味かな、まあそうわからんけど、英語はちょっとわかんないんだけど、まあ、めっちゃいい曲ですね。うん、本当に、まあ高校時代にサザンに目覚めて、この To You 聞いたときはちょっと、なんか、いいなみたいな、すごい大人っぽいみたいな、うん、感じがしましたね。という感じ、まあ1位、堂々の1位にしました。で、C 調言葉って最強ですよね。いや、シングル曲の中でももう本当特に好きな曲だし、まあ C 調言葉を最初に聞いたのは僕、海の家なんですよね。まあ3曲目に入ってるんですよね。うん。だから僕、サードシングルだと思ったんですけど、結構ね、その間に収録されてない気分次第でとか、思い過ごしとか結構いろいろあるんだけど、C 調言葉その海の家で聞いたときは、すごい感動しましたね。最初のなんか、おいっていう声も、なんじゃこれと思ったし、まあ、C 調言葉に騙され、で、C 調言葉のね、特に好きな曲で、歌詞で、恋をするだけ女の泣いた香り冷めてく、髪の長さや色気じゃ酔えないっていう歌詞があるんだけど、どういうこっちゃと思って、おー、すげえ歌詞だなって思って、そのまあ、
まあメロディーももちろん好きなんだけど、歌詞がね、特に好きだね。多分その、今度いつかやろうと思うんだけど、その、サザンの歌詞フレーズランキングみたいなのをやるときに多分上位に入ると思いますね。この C 調の恋をすればするだけ女の泣いた顔に冷めてく髪の長さや色気じゃ酔えないっていうね。なんちゅう歌詞やねんと思って。あ、こんだけもう恋も、なんか、もうモテるやつなんでしょう。相当モテるやつの歌詞だと思うんだけど、まあ、桑田さん自身がモテてたかどうか知らないけど、なんかすごいこういう歌詞書けるってすごいなってね。いや、勉強になりますね。うん。2位はもう C 調にしました。なんで。うん。もう、ここの2つはほんと僅差です。はい。で、2人だけのパーティー。もう2人だけのパーティーは、まあ、ある意味タイニーバブルスの顔ですよね。やっぱり1曲目って、やっぱりインパクトが強いじゃないですか。うん、やっぱりなんか、それぞれ、やっぱりなんかアルバムの顔として1曲目ってある気がするんですよ、僕は。で、やっぱりタイニーバブルスはもうやっぱりもちろん2人だけのパーティーだし、うん。割と好きですね。2人だけのパーティーを最後に、やったのってあれ2003年のさすがだライブ、さすがだライブで確か最初の方にやったんですよね。そう、スライドギター、桑田さんのスライドギターがね、見れましたね、確かね。という感じで、まあ割と好きだな。でもね、本当にどの曲も好きだからすごいランキング付け迷いました。涙のアベニューも好きですね。涙のアベニューを最後にやったのっていつだっけな、2014年かな。2014年のあれだよね、2014年のあの羊だよライブ、あれが最後だったよな。うん、あれが最後だと思うんですけど、僕ちょっと、最近ちょっといろいろ、いろいろ他にもね、考えることがいろいろあるんで、ちょっと記憶からポーンっていきなり抜けてることがあるんですよ。たまにちょっと、ポロッと間違ったこと言っちゃうこともあるんで、もしね、心配な方はね、ご自身で調べた方がいいです。本当に、僕の言ってることは、ある意味、補助ですからね。うん、あ、こういうこともあるんだっていうことで、あ、で、よくよく調べたら違ったことなんかよくあるんで、そう、僕は本当に、覚えてる範囲でしか話せないんで、うん、まあ、本当に詳しく知りたい方は、もう、ご自身で調べて、正解を導き出すのが、もう一番なんで、はい。最後は2014年だと思うんだけどな、あの羊だよ。そう、この間無観客でもやってないと思いますね。うん、という感じです。はい、4位は、涙のアベニュー。これシングル曲です。その5なんちゃロック。5なんちゃロックだよね。5なんちゃロックと、5ロックショーだよ。5ロックショーの1枚です。で、恋するマンスリーデーも5ロックショーの1枚ですね。で、これ、マンスリーデーも好きですね。よく、高校のカラオケで歌ってましたね。そう、みんなが流行りの曲を歌ってる中、僕はそのなんか、サザンの名曲歌いますって言って、なんかめっちゃマイナーな曲を歌って、誰、絶対知らないだろうって曲を歌って、まあ、惹かれるみたいなことをやってた学生時代でしたね。恋するマンスリーではやっぱそのレゲエ調な曲ですよね。結構好きですね。という感じでした。はい。で、タイニーバブルス。これはタイプ A と B があるんですけど、タイプ A っていうのは、この2人だけのパーティーに、メドレー形式で乗っかってるやつがタイプ A で、タイプ B は単体ね。タイニーバブルスも結構ね、ノリがいい曲。タイニーバブルス、わな、カンチョー、アみたいな、歌詞わかんないんだけど、めっちゃいい曲だなぁと思いますね。ヘイ・リュードもなかなかノリがいい。これは確かにあれです。最後にやったのは、あれです。1997年のね、僕が一番大好きなライブ、おっぱいなんてプーだね。あれでやってたと思うんですけど、確かね、中継、なんかね、テレビで放送されてたから、CM が挟んでて、確かヘイ・リュードは放送されてなかった気がするなぁ。そう、たまたまその CM と重なって、で、途中のジャズマンから始まったみたいな感じだった気がする。これ、間違ったら申し訳ないんだけど。で、ヘイ・リュード、多分これね、ビートルズのヘイ・ジュードのを被せた感じだと思うんだよね。うん、なんか、あからさまというか、うん、多分そうなんじゃないかなと思うんですよ。ヘイ・ジュードとかけてるんじゃないかなと。多分そうなんじゃないかな。まあ、間違ったらね、間違っててもね、僕何も、謝る気は全くないんだけど。という感じで、タバコロードにセクシーばあちゃんはよく聞いてましたね。うん、本当に。一番最初に、聞いたのが2013年の灼熱のマンピー G スポット解禁。で、初めて生で、タバコロードを聞いて、お、いい曲やなと思って聞きまくってたら、飽きてましたね。飽きたんで、この順位ですね。好きだけどね。この間の無観客ライブね、そう、キープスマイリンでもやったけど、まあ、正直聞き飽きたね。他の曲やってほしかった。To You とかさ、他にあるじゃん。なんでタバコロードなんだろうと思って、タバコロードにセクシーばあちゃんってこのタイトルがまあ、当初は不思議でしたね。その高校時代初めて聞いた時、何って、タバコロードって何ってそもそも思ったし、もうセクシーばあちゃんどんなばあちゃんやねみたいな感じで思ってましたね。うん、で、松田の子守歌も、微妙だな。ここら辺は正直あんまり聞かないですね。あんまり聞かないっちゅうことで、ここら辺に松田の子守歌も、まあ2008年のね、大感謝祭でまあね、メドレー形式に、やってたけど、今から俺はもう松田さんのね、松田さんっていうのは、この松田っていうのは、ドラムの松田博さんのことなんだけど、松田さんの曲で一番いいのはやっぱりもう夏の日のドラマですよね。
もうあれ以外ではもう本当僕はもう考えられません。うん、という感じで。はい。で、働きロックバンドもちょっと微妙っすね。あんまり好きじゃない。最後の曲なんだけど、うん、僕は好みじゃないというか、聞き飽きたっていうか、うん、僕は、うん、微妙っす。はい。で、私はピアノ。これはゆうこさんの曲だけど、僕、ゆうこさんの曲はやっぱり恋の歌を歌います人とか、東人物語とか、の方が好きですね。うん、なんで、うん、私はピアノ微妙だな。キックオフライブ。2018年のキックオフライブでね、私はピアノやったけど、いやー、僕は恋の歌を歌いましょう。聞きたいですね。うん、という感じで、こういう順位にしました。はい。いやー、うん、なかなか悩みましたよ。トゥーユーとシーチョー、本当に競ってた。という感じで、この順にしました。はい。いやー、いいっすね。タイニーバブルさんも改めて聞いても、すごくいいアルバムだということがよくわかります。という感じで、皆さんもね、ぜひね、サブスクで、もう解禁してるんで、サザンは、ぜひ聞いてみてください。はい。という感じで、まあ今回は、サードアルバムのタイニーバブルスの深掘りデビューだったので、次回はもちろんこれ。はい。ステレオ太陽族ね。いや、これもなかなかよく聞いたアルバムですよ、僕の中では。タイニーの方が僕は好きですね。だけど、やっぱりもうシリーズなんで、もちろん、次回やるんだけど、うん、改めて聞いてみますんで、はい、という感じで、今日は、以上です。という感じで、今日の動画が面白いと思ってくれた方は、ぜひね、チャンネル登録と高評価お願いします。で、僕自身も Twitter、Instagram やってますんで、はい、ぜひフォローお願いします。で、僕自身もミュージシャンやってますんで、曲聴いてください。サードシングルじゃねえや、フォースシングルだ。4枚目となるシングル、健軍サポタージュがダウンオンセールです。で、まあ、ツイッターじゃないと、iTunes とか、Apple Music、Spotify とかでも配信してますんで。で、今回ね、セカンドシングル、僕のセカンドシングルのケダル日曜日っていう曲が結構、まあ、僕の曲の中では割と一番人気なんですよね、今のところ。で、それがね、結構大好評で、配信止めてたんですけど、iTunes とかの。結構再配信してくれ、みたいな。声が、そう、ご要望めちゃめちゃ多かったんで、この度、セカンドシングルのケダル日曜日を、再配信、開始いたしましたんで、ぜひ、聞いてください。下のね、説明欄に概要を載っけとくんで、うん、iTunes でも配信してますし、Apple Music とか Spotify でももちろん配信してますんで、まあ、詳しいことはね、その下の概要に載っかってる、トレーラー、再配信のトレーラーの動画に載っかってるんで、ぜひそちらをご覧くださいという感じで、今日の動画は以上です。次回の、ステレオ太陽族の、動画もお願いします。サボタージュ、授業は受けぬが部活には顔を出す。サボタージュ、昼夜が逆転、朝寝て夜起きる。サボタージュ、教師の呼び出し関与で知らぬ。サボタージュ、自由っていい感じ。反中的なキャンバスなんかじゃ人生までは描きゃしない。言わずもがな一辺倒なサンライズ。愛想ですかそう答えてりゃ一時は丸く収まるけど、交換的な解決なんかしない。